なんだ早くしろよ、みんな待ってるぜって言ったところで電話切れて、もうあいつは帰ってこないんだってことがはっきりと分かった。暇だな。明日も明後日もし明後日もどうせ同じ毎日だよ。朝起きて会社行って帰って寝て起きてまた会社に行く。この日々に意味なんてあるのかね。もしもお前が世界征服しに行こうって言ったら履歴書もスーツも燃やしてすぐにでも太平洋に繰り出したよ。なのにそういう日に限ってお前はメールを残さないし、生きてても辛いも辛くないもない何もねえ。運だけのものだこの世界は。誰のもんでもないんじゃないかな。お前が思ってること簡単じゃない。でも所詮世界征服なんて無理だし、サラリーマンより忙しいし、一人じゃ生きれねえよ。一人きりじゃ無理だ。知りたくない、終わったいだけ。知りたくない、知りたくない、何も知りたくないんだよ実際。いくら知識がついたって一回のポエトリーリーディングにはとてもじゃないけど勝てないよ。勝てがないくせに時々夢をちらつかせてくる人生や。もうやめた。世界征服やめた。